よし、今日ケンタロウが学校から帰ってきたら何の動画撮ろうかな。まあいや、とりあえずなんかネタ探しにでも、あれ待って、あれ今日平日の昼だぞ。あれケンタロウいるんだけど、あれ学校あるんじゃなかったっけ。え、休みかな今日。おいおいおい、ちょいたんだケンタロウ。おい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 、あれケンさん、手とかないよね。あれ、え、あずま、マイクラしようぜ。いやいや、マイクラしようじゃなくて、え、何今日あのめちゃくそ平日なんだけど、なんでケンタロウいるの。え、学校行けない。あ、そっか、今昼か。あ、いや、それは、え、なにどうしたちょっと今日、風邪ひいててさ。いやいや、嘘つけよ、嘘つけよ。さっきまでめちゃくちゃ元気やったやん。待って、ケンタロウ、わかった、お前まさかとは思うけど、何サボった、学校サボったでしょ、めんどくさくて。違うよ。じゃあなんだよ。お姉ちゃん絶対誰にも言わないって約束する。何はい、お母さんにも言わない。いや、分かった、言わないでおくわ。よく迷ってたんだけどさ、実は俺最近学校でみんなに仲間外れにされてるんだよね。あれ、なんか聞いたことあるな、この話。で、俺今まで仲が良かった友達にもさ、なんか急に遊んでもらえなくなってさ。本当に言ってるそれ。うん、本当に言ってる。いやいや、それ絶対キャトルが悪いことしたからでしょ。もは、やっぱりか。え、そうやってみんなも信じてくれないんだよ。俺のせいって言うんだろ、全部。もういいよ、俺もう今日から一人でマイクラするから。いてちょ、おい、ちょっと待ってキャトル、おい、仲間外れにされてる人の気持ちがわからないって。なんで、やばい、声が枯れてきた。嘘だろ、ケアだろ。どうも皆さん、ケアセイでーす。ってことで、今見てもらった通りなんですけど、何やらね、ケア太郎が学校でトラブルになってるみたいです。で、なんか仲間外れにされたりね、遊んでもらえなくなったりって、はい、これ分かりました。多分いじめですよね。どうなんだろう。いや、ちょっとお兄ちゃんとしてはね、ケア太郎が学校にね、楽しく行ってほしいと思ってるんで、今からちょっともう一度ケア太郎に会いに行って、いじめの原因だったり、誰にね、何をやられてるのかっていうのを聞いていきたいと思います。まあ分からんけどね、いじめかどうかはまだ。皆さんぜひチャンネル登録、高評価してケア太郎のこと応援してあげてください。ということで聞いていきたいと思います。レッツゴー。元大統領です。よし、じゃあ早速ケンタロウ探すか。どこに逃げたんだろう、あいつ。てかさ、何なんだろう、ケンタロウなんかしょっちゅう学校をサボってない。結構休むんだよな最近ケンタロウ。おい、ケンタロウいるかな。ちょ、家入ってみるか、とりあえず。はい、なんか書いてある。好きなアニメランキング、呪術廻戦、スパイファミリー、鬼滅の刃。何書いてるの、あいつ。ケンタロウいる。ケンタロウ、あー、いたオッケー、ケンタロウ。よいしょ、あれ開かない。何、入ってこないでって言ったじゃん。入ってこないでじゃなくて、入れてよ。なんでで、嫌だよ。いや、何があったか聞きたいんだよ、俺も。もう言うわけないよ。だってお兄ちゃん、俺に原因があるとか言って。いや、ちょ、ごめんって。ごめん、それ決めつけて、ごめんって。鬼滅の刃のグッズあるの？違うって。どんだけ好きなんだよ、鬼滅の刃。違う。決めつけてごめん、ちょっとちゃんと話聞こうかなって思ってきたんだよ。じゃあ窓越しならいいよ。ちょっと何があったか、じゃあ教えて、一個一個。内緒にするから、もうマジで内緒にするから。もう本当に内緒にしてよ。うん、信頼してるお兄ちゃんだから言えるんだからね。はい、誰にも言わない。実はさ、最近学校で仲良かった友達がいるんだけど、はい、それの人たちに遊ぼうって言ったら、うん、なんだよ、言ってよ。遊ぼうって言ったら何？無理って言って走って逃げられた。いや、じゃあその理由は何なの？無理っていう、その理由は教えてくれなかったんで、無理だよって言って走って逃げてったんだよ。そうなんだ、なんか理由があると思うけど、その理由がわからないとあれだね。わかんない。しかもそれだけじゃないんだよ。授業で座ってたらさ、うん、班のみんなに、うん、クセ太郎って呼ばれた。ク
草太郎ってまさかあの臭いっていう字に太郎？そう、草太郎、草太郎って言います。それただあのケナトロが臭いから避けられてるんじゃない？あー、そんなこと言うよ。臭くない、もう俺しかもそれだけじゃないんだよ。友達からなんかされるならまだいいけど、うん、俺先生にビンタされた。先生にビンタされた。それはやばいんじゃない？暴力？うん、急にケナ太郎こっち来てって言ってからバコーンって。そう、やらない。怖怖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 。本当に言ってんのそれ、うん、それが本当だったら結構大問題な気がするけど。この3つが俺の学校に行かない理由、うん、まあ確かにそんなことされたら行きたくないかも俺でも。うん、あいつら殺しやる。おお、そんなこと言うな、そんなこと言うな。え、でもケナ太郎が臭いってことなんじゃない？草太郎って言われてることは。お兄ちゃんまでそういうこと言うの。うん、もういいよ、そんな真面目に話してくれないじゃん。出てって。痛い。ちょ、いやいや、俺解決したいんだって。解決しようとしてるんだって。お兄ちゃんに解決なんかできるか。出てけ。どうすればいいの。嘘でしょ。はい、ということで、ケナ太郎の家行って話聞いてったんですけど、ちょっとよくまだ話がまだ理解できてません。なんかいじめられてるのかどうかもわかんないけど、一つ言えるのは、あの先生に暴力振られたって本当なのそれ？なんかケナ太郎のことだから絶対なんか勘違いか嘘かわかんないけど、なんかそんな気がするけどな。ちょっとこのままだとね、あの拉致が開かないので、ちょっと夕方になったらね、あのケナ太郎の友達のカズキ、親友のカズキをね、このマイクラサーバーに招待して話を聞いてみようと思います。ということで皆さん、夕方になるまでスキップ。よし、そろそろカズキ来るかな。ここら辺で待ち合わせしたんだけど。おお、いた。おお、ケナズイくん、遅かったじゃん。俺ずっと遅かったじゃんって。いや、俺も待ってたけど。てか今日、あれでしょカズキ。ケナトロ、学校来てないんでしょ。なんだ、急に質問とかキモいぜ。俺、ケナズイくんと遊べるって言ったから来たのに。よくわかんない質問コーナーとかやめてくれなぜ。ちょっと待って、遊ぶから、カズキ、待って。なんだぜ。ちょっと、いっぺん降りて。なんだぜ。いや、ちょっと、ほんと、お願い、質問させて。でも、遊ぶから。質問に答えてほしかったらな。うん、なにこれ、乗るの。俺と、レースだぜ。レース？よし、じゃあ先にケナソユ君の家を一周回ってここに戻ってきた方が勝ちだぜ。なるほど、いいよ。よーい、スタートだぜ。セコーフライングだ。ちなみに負けた方は、ここ上がれないぜ。いや、ちょ、ダメじゃん。ふざけんな。やめた？怠慢になったの。はい、剣あげるから。これで勝ったら俺のお願い聞いてくれるのね。おお、いいぜ、何でも聞いてやるぜ。よし、じゃあ行くぞ。スタート。スタートだぜ。おお。よし、カズキちっちゃいから弱そう。ほら、ケナスユ君はザコラの知ってるぜ。何？誰から聞いたんだよ、その情報。よく言ってるんだぜ。ほら、かかってこいだぜ。ほら、ほら。どうだ？俺が。よし。余裕で勝ったわ。負けたぜ。あれ？聞いてた話と違うぜ。ケナスイ君のはなかなか強いんだぜ。よし、これでお願い事聞いてくれる？ああ、いいけど、なんだぜ。俺が答えれる質問なんかないと思うけどな。いやいや、ちょっとね、うちの弟でちょっと相談があるんだよ。もうケナ太郎がどうにかしたのだぜ。いや、今日ケナ太郎学校行ってないんだよね、ちなみに。今日？そりゃそうだぜ。そりゃそうだぜって。なんで？今日授業参観の振り替え休日だから学校休みだぜ。あ、そうなの？うん、そうだぜ。なんかね、聞いた話によると、なんかケナ太郎なんかいじめられてるとか言ってたんだよね、学校で。いじめ。じゃあ。それについてなんか知らない？じゃあ。なんで笑ってんの？絶対嘘だぜ。絶対嘘？いやだって言ってたよ。同じクラスだからわかるけど、ケナ太郎のやつ、仲がいい友達がいるだろ。そいつらによくな、遊ぼうって言われてたんだよ。
うん、そしたらケラトロ急にそいつらに殴りかかって殴りかかってえ遊びじゃねえんだ遊ぶなら命をかけろって言って戦いごっこみたいなするんだぜそれでなんか友達のみんなは怖くなってケナ太郎に遊ぼうって言われたら殺されるんじゃないかって言って逃げてるの見たぜそういうことえじゃあそれは分かったけど草太郎って言われてたのは何なの草太郎ああれは確か先週の家庭科の授業の時だったぜなんかクラスの班のみんなに呪術廻戦って言いながら呪術廻戦の歌に合わせて屁こいてたんだぜそれで班のみんながお前草太郎じゃみたいな感じで言ってただから、あいつが屁こいただけだぜリズムに合わせてリズムに合わせて屁こけんのケア太郎そうだぜじゃあちなみにだが先生から暴力受けたってやつうんそれも知ってるぜそれなんだったのなんか、ケナ太郎が教室で鬼ごっこしててそしたら、つまずいて顔面打ったんだぜそしたらケナ太郎、痛くて泣きそうなのみんなにバレたくないから先生に殴られたって言って泣きながら出て行ったぜ俺たちの先生が殴るわけなんてないぜ嘘じゃん、あいつあいつただ、つまずいてこけたのが恥ずかしかっただけだぜあいつ全部嘘かよなるほど分かった、ありがとう、カズキ。ちょっと説教してくれよ。あいつ、嘘ついてきやがった、俺に。じゃあ、俺、せっかくこのサーバー来たし、いろいろ遊びたいからもう行くぜ。はーい、遊んでいいよ。じゃあ、ケナ太郎にもよろしくなー。じゃあねー。いやー、そういうことか。皆さん、いろいろ理由分かりました。今からちょっとケナ太郎に会って、いろいろね、説教だったり、ちょっともう一回話していこうと思います。無理でーし。あーや、ケナ太郎。おー、いたいたいた。まだやってんの、そこでゲーム。おー。何あ俺は、何じゃない。今のせいで学校に行きたくないから。おい。話は全部聞いたぞ、お前。聞いたって何を聞いたの？学校で遊んでくれなくなった。その理由だったり、あだ名が草太郎になった理由。先生から暴力を受けたとかなんか言ってることだったり。あいつらが悪いよな。俺悪くないよね。いや、どこがだよ。何を聞いて、まさか嘘言われてるんじゃないだろうな。それ騙されてるよ。誰に聞いたの？カズキが嘘ついてんの。まあちなみに嫌われてない全然。嫌われてないんだ。でも何もいい。俺はもういいじゃんのことは。さっきバカにしたから。俺のことはそうやってあかかってきたの許さないからな。もうお兄ちゃんとは動画撮らないから。じゃあなもうお兄ちゃんとはもう一生かからないぞ。俺はゲームしてもうゲームする。おお。嘘だろ。まあいいやもう。はい、ということで皆さん、ケナ太郎、もうわけわかんなくなってます。何を言ってんだ、あいつは本当に。心配して俺がバカだったよ。ってなわけで、もう最後はね、ちょっとケナ太郎にいたずらしていこうと思います。今もう帰ったふりをしたんですけど、今ケナ太郎の家の1階にいます。ここから、どうしよっかな。ケナ太郎、落とし穴にはめていきたいと思います。落とし穴セットをまず取って、ケナ太郎を釣るための道具。よし、ここに。落とし穴を掘ります。そして落とし穴をいつも通りほいほいほいと作ったらここによいしょ呪術廻戦のアイテムたちを置いていきます。工場先生の目隠し置いてでここにゲットすぐなくよしこれで帰ったふりしてねケアタの様子見ていきましょう。あれお兄ちゃん帰ったかな。あなんかえ待って1111お兄ちゃん忘れて帰ってるじゃんこれゲットスグルの服え待ってなんかお兄ちゃんめっちゃ忘れて帰ってるサングラスめっちゃあるわーかっけーなーこれなんか繋がってる何これおこれ他はどこおいなんだよなんだよはめてきて出せはめてきてじゃないお前何今まで聞いたこと全部話したけど反省しないのケナ太郎俺心配しちゃったんだよえもうドッキリっていうかちょっとお兄ちゃんが普段ドッキリしてくれるからやり返そうかななんてねこれはサングラスあげるいや全然反省してないなお前もう動画撮らないからケナ太郎俺こんなに心配してから そう反省するんだったらいいけど反省します反省した。はい態度で見せて分かったはい、いいよ
ごめん。確かにそうだよね。お兄ちゃん心配させてごめん。ちょっとお兄ちゃん離れた方がいいよ。何離れた方がいいって。本当に迷惑かけてごめん。でしょ。え、何した迷惑かけて。うわー、え、隕石降ってきて、え、ごめん。反省の印にもう俺が頑張って作った部屋とか全部壊した。え、ちょっと待って、すいませんでした。別にそこまでする必要なかったのに。すいません、反省してます。もう燃えます、僕は。待て、燃えるな、はい、はい、はい、ということで皆さん、今ケア太郎動画回してたんだけど、うん、ケア太郎はいじめられてませんでした。よかった。原因はね、ケア太郎にあったので、叱っておきます。みんな家庭科の授業でおならしちゃダメだよ。はい、ということで皆さん、今回の動画、以上となります。この動画がね、面白いと思ってくれた方、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。バイバーイ。バイバーイ。おつそゆー。